研究者あるある。Facebook のメッセンジャーや LINE のトーク履歴で、プライベートの連絡先が見つからない。 動画ご視聴いただきありがとうございました。もうね、Facebook のメッセンジャーとか LINE の履歴とかが、あの、研究室の連絡でね、埋め尽くされてたりするんだよね。しかもさ、なんか一人人間が違うだけみたいなグループがいくつも乱立したりして、もうね、あの、知り合いのプライベートの連絡先がどんどん下に押しやられちゃってね、全然見つかんなかったりするんですよね。ま、あそんなのはあの、ね、一覧から選べばいいって話なんだけどさ、もう、研究に染まってるなって思う瞬間です。以上です。